アドルフ・フリードリヒ・アルブレヒト・ハインリヒツ・ー・メクレンブルクは、ドイツのアフリカ探検家、植民地政治家、ドイツ領トーゴラント総督。第一次世界大戦末期の1918年11月、バルト連合公国の元首に衰退されたが、ドイツの敗戦により君臨、統治は叶わなかった。後にドイツオリンピック委員会会長、ドイツ国民オリンピック委員会初代会長を務めた。 メクレンブルク・シュベリーン大公・フリードリヒ・フランツ2世と、その3番目の妻である、シュバルツ・ルード公女マリーの間の次男として生まれた。父にとっては7番目の息子である。アドルフ・フリードリヒは1907年から1908年に、かけ、中央アフリカ地方の調査探検を行い、アフリカ大陸を横断した。1908年には、ライプツヒ・チリ学協会より、 エドアルト・フォーゲル賞を授与されている。アドルフ・フリードリヒが調査探検と統合滞在で持ち帰った昆虫のコレクションは、現在はベルリンのフンボルト博物館とフランクフルト・アムマインのゼンケンベルク自然博物館で保管されている。1910年から1911年にかけ、アドルフ・フリードリヒは、チャドコ、コンゴボンチ北部の諸河川、 現在のスーダンにあたるナイル川流域を投査した。彼とその随行員は、それまでほとんど知られていなかったコンゴ川支流沿いの原生林地域やチャドコ盆地を調査した。分隊の一つは、ナイル川上流近くのバールエルガザール川まで進み、他の諸分隊はカメルーン南部やギニア湾の諸島へ向かった。この探検旅行について執筆した著書ホムコンゴツーム、 ニジェール・ウント・ニルは、探検書として、今日に至るまで高い評価を得ている。1912年から1914年まで、アドルフ・フリードリヒは、ドイツ領西アフリカの一部である、東ゴラントの最後の総督を務めた。第一次世界大戦中、アドルフ・フリードリヒは、オーストリア・ハンガリー帝国軍に勤務するなどしていた。1918年11月5日、 ドイツ占領下のバルト海沿岸地域において、アドルフ・ピラール・フォン・ピルヒャウ段尺を主犯とするゼンバルト、地域暫定接衝委員会が発足した。暫定接衝委員会は、中世のリボニア連盟が存在した領域に、バルト連合公国を建国することを提案した。この国家構想では、同公国は7つの県に分けられ、首都はリガに置かれるとされていた。この海国家の元首には、 アドルフ・フリードリヒが選ばれたが、彼に何らかの役割が与えられることはなく、新たに発足した、摂政委員会が統治を行うとされた。しかし、バルト連合公国は、ドイツ帝国以外に承認国もないまま、1918年11月28日には、消滅した。第一次世界大戦後、アドルフ・フリードリヒは、ドイツ植民地団体の副総裁を務めた。同じく、 アフリカ植民地政策に関わっていたイボアニのヨハン・アルブレヒトが1895年から1920年まで同団体の総裁を務めていた1926年から1956年まで国際オリンピック委員会のメンバーでありまた1948年から1949年まではドイツオリンピック委員会の 1949年から1951年まではドイツ国民オリンピック委員会の会長を務めた。アドルフ・フリードリヒは1917年4月24日にゲーラにおいて弟系ロイスコー・ハインリヒ27世紀の娘フェオドラと結婚した。フェオドラは一人娘ボイツラバ・フェオドラを出産した直後に亡くなった。 ボイツラバは1939年にロイス・ケストリッツ、公子、ハイン・リヒ・一世と結婚している。アドルフ・フリード・リヒは1924年10月25日に、イボアニ・ヨハン・アルブレヒトの未亡人である、シュトルベル・クロス・ラコを女エリーザベトと再婚した。1969年に、オイティーンで死去し、直後に死去したエリーザベトと共にラッツェーブルクの大聖堂に葬られた。 代表的著書、フォームコンゴツーム、ニジェールウントニル1912年、初版。ありがとうございます。